氷河急行ビール付近マッターホルンゴッタルド鉄道は、スイス南部の狂気鉄道で、軌道の幅は1メートルである。2003年1月1日に、古カオーバーアルプ鉄道と、b v z ツェルマット鉄道が合併し誕生した。マッターホルンゴッタルド鉄道の企業構成、グラウビュンデン州ディセンティス、ミュンスターからオーバーアルプ峠とウーリ州アンデルマット、ゲシュネンニーク支線が分かれている、を越え、 レアルプ、バレー州オーバルワールド近くのフルカベーストンネルを通り、ブリーク、フィスプを経由し、マッターホルンの麓、チェルマットに至る144キロメートルの路線である。氷河急行がディセンティス、ミュンスターで、レーティッシュ鉄道と接続しサンモリッツまで運行されている。旧フルカオーバーアルプ鉄道は沿線に、レーティッシュ鉄道におけるサンモリッツやダボス、 キューブリークフィスプ・セルマット鉄道における、セルマットのような観光都市を沿線に持たなかった、ことなどから経営的に苦しく、2003年に BVZ セルマット鉄道に合併され、同時に社名をマッターホルン・オッタルド鉄道へ変更している。ローザンヌ方面からのスイス国鉄線及び、ベルン方面からの BLSAG 線、イタリアからのシンプロントンネル線が交差する交通の要衝である。 ブリークからローヌ川を下って、フィスプへ至たり、そこからローヌ川の支流のフィスパ川を遡り、マッターホルント山の玄関口となるツェルマットへ至たり、ゴルナーグラート鉄道へ接続する路線である。途中最急勾配126パーミルのラック区間があり、方式はラックレール2条のアプト式となっている。ブリークからローヌ川に沿って遡り、ローヌ川とライン川の支流であるロイス川の 分水嶺にある標高2431メートルの古河峠を全長15407メートルの古河ベーストンネルで迂回する形で通過し、ロイス川の流れるルゼレンダニをゴッタルド峠の街道町であるアンデルマットまで降り、その後は標高2033メートルのオーバーアルプ峠を越えてライン側の源流地帯からホルダーライン側沿いに下って、 レーティッシュ鉄道と接続するディセンティス、ミュンスターに至る全長 96km の路線である。基本的には最急勾配30から40パーミル程度の粘着区間が路線の多くを占めるが、フィーシュ付近の約 10km の区間の一部が最急勾配90パーミル、オーバーアルプ峠越えの約 16km の区間のほとんどが最急勾配110パーミル、ディセンティス、 ミュンスター付近の約2トルの区間が最急勾配70パーミルのそれぞれラック区間となっており、ラックレールの方式はキューブリークフィスプツルマット鉄道線と同じラックレール2条のアプト式である。また、1983年まではオーバーバルトからレアル区間はローヌ川の源流であるローヌ氷河の脇を通過し、古河峠を 全長1874メートルの古河トンネルで通過する急線を経営していたが、豪雪地帯のため登記運休するなどの制約があったために古河ベーストンネルが建設されて通年運行が可能になり廃止となった急線区間は保存鉄道である古河山岳蒸気鉄道によって古河側から徐々に復旧工事が進められ、2010年8月20日に全線が開通している。 ゴッタルド鉄道トンネルの北側入り口のゲシェネンからゴッタルド峠を越える古い街道の街道町であるアンデルマットまでロイス側のゲシェネン渓谷を遡る路線でラックレールの方式は多線区と同じアプト式旅客列車はスイス国鉄ゲシェネン駅前のシェルネン線ゲシェネン駅貨物列車はスイス国鉄駅本屋から見て裏側にある貨物駅からそれぞれ発着しており 途中ほぼ全線がスノーシェットやトンネル内の179から181パーミルのラック区間を登り途中魔境として有名な悪魔の橋の脇を通過しアンデルマットに至るアンデルマットはゴッタルド鉄道開通以前は街道町として栄えた他温泉地でもありまたスイス陸軍の重要拠点であるため本路線の建設や通年運行のためのスノーシェット等の整備には スイス軍が大きく関与している。アルプトランジット計画の一環である全長5 7トルのゴッタルドベーストンネル建設は両端を含め5箇所から掘削が進められたが、グラウビュンデン州のセドルンに8 0 0ルの縦港と1トルの水平トンネルを経て掘削現場に至る建設基地の一つが設置された。この建設基地は、 マッターホルンゴッタルド鉄道のセドルン駅南方約500メートルの地点にあるが、ここへの一般貨物輸送用に、セドルン駅のディセンティス、ミュンスター川2.1キロメートルに、チェッパ信号場を設置して2.2キロメートルの貨物路線を1998年に建設し、レイティッシュ鉄道へ連絡する不定期貨物列車が後、往復設定されていた。 ゴッタルドベーストンネルは2016年に完成して供用開始されている。スイス国内の列車がパターンダイヤ化されたバーンバス2000計画によって、マッターホルーンゴッタルド鉄道でも旅客列車の運行系統の整理による運行の効率化によって、昼間時間帯を中心に1時間ごとのパターンダイヤ化され、それに加えて氷河急行が運行される形態となっている。 また、早朝、深夜時間帯の区間列車の一部は各駅を経由するバスによる運行となっているほか、多数の貨物列車が運行されて、グラウビュンデン州の経済を支えているレーティッシュ鉄道とは異なり、マッターホルンオッタルド鉄道では、テッシュツェルマット間を除き貨物列車の運行は少ないものとなっている。ブリークツェルマット間には1時間に1本の列車が運行されるほか、 自動車の入れないツェルマットへの旅客輸送用として、六から二十二時の間は一時間あたり三本、二十二翌六時までは一時間あたり一本のシャトルトレインが運行されており、二十三翌六時までは一時間あたり一本の貨物列車も設定されている。また、二千七年に BLSAG のレッチュベルクベーストンネル、開業によって、フィスプ駅もアルプス縦断ルートの一つであるレッチュベルク、 シンプロンルートの玄関口となったため、ブリーク駅改良工事後は、従来ブリーク発着であった旧古河オーバーアルプ、鉄道線のほぼ全列車がフィスプ発着となっており、この区間は1時間あたり2本の運行となっている。旧古河オーバーアルプ鉄道線のローカル列車の運行は、アンデルマットで分離されて、フィスプブリークアンデルマット間とアンデルマットディセンティス、ミュンスター間で、 それぞれ1時間あたり1本が運行されている。なお、ブリーク型からの列車は、ダイヤ上はアンデルマットまでであるが、実際の運行上は、シェレンン線の下車年まで直通しており、列車の行き先表記も下車年校となっている。古壁ベストンネルの両端のオーバーバルトレアルプ、間では、自動車を貨車に積載する列車フェリーが運行されており、金月曜日は1時間あたり2本、 日木曜日は1時間あたり1本が運行されている。シェレネン線には1時間あたり2本の列車が設定され、そのうち1本は運行上はブリーク方面からの直通となっている。入れ替え用及び事業用、除雪列車用として、電気機関車とディーゼル機関車を保有しており、HGM4、4型ディーゼル機関車は、機関車不足時や、河川停電時などに、本線の旅客、 貨物列車の牽引にも使用されていた。ありがとうございます。